暇を持て余したセラちゃんは考えました。7月からレジ袋が有料になるんだよな。あ、これね、7月からね、レジ袋が有料になるということで、コンビニ各社で今店頭にバンバン張り紙でお知らせをしているところだとは思うんですけれども、コンビニのレジ袋有料になるってまあやっとかって感じですけど、日本だとね、海外諸外国だともうこれは当たり前で、私よく中国とか台湾とかに行くんですけど、中国台湾だともう当たり前にレジ袋って有料なんですよね。有料なんですけども、ここで一個問題に、私が問題にしたいなって思うのは、自前で持ってくエコバッグに温めてもらったお弁当とか入れるっていう問題だよね。温めたお弁当問題、これなかなか問題なんじゃないかなって、皆さんの中でもね、思っている人がいるんじゃないかなって思うんですよ。で、今回それに対する回答を、実は私台湾ですでに、知見を得ているんで皆さんに共有したいと思います。これです。はい、こちらの画像、これ台湾のお弁当なんですよ。で、台湾のお弁当を温めてもらうと、こういうものに入れてくれるんですね。で、これなんと無料なんです。台湾ではレジ袋が完全に有料になってかなり長い年月経ってるんですけど、お弁当を買って温めてもらったものはこれに入れてもらえるんですね。で、これ何なのかっていうと、いわゆる不織布、紙でできてるんですね。マスクなんかの素材と一緒です。使い捨てのマスクの素材と一緒、不織布でできていて、紙でできていて とってもエコだということで、まあなんだろうね、要はこういうことですよね。これレジ袋じゃないから無料でいいよねっていうことなんですよ。まあこの理論は完全に法の抜け穴をついているっていうところだとは思いますけど、それだけじゃなくって、これはプラスチック製品ではないと、紙製品であるっていうところなんですね。紙でできて、かつ袋状に加工する必要もなくって、まあプレスの金型一発でガチャコンガチャコンいっぱい、大量に生産できるから、コストももうほぼほぼかからない。コストはかかってるんだけどね。多分レジ袋と同等かそれ以下のコストで、製造ができるっていうところだとは思うんですけど。環境に優しい、プラスチックを使わない新しいお弁当を持ち運ぶ手段、温めてもらったコンビニ弁当を持ち運ぶ新しいレジ袋として、これ日本でも浸透しないかなって思うんですよね。なので、これを見ているコンビニエンスストア業界の偉い人、ぜひともこれをね、日本でも採用してください。台湾ではすでにこれが採用されて一般化されています。主流になっています。台湾から完全に遅れている日本ね、来たるべき日に備えてこれを導入するべきだと私は思っております。これに賛同いただける方はぜひともね、動画の高評価とあとチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、以上ジェスターセラでした。じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。